こちらでございます。ワックの LED ランタン2ってやつなんですけど、これね一回昨日開けたんですよ。結構ちゃんとしてました。結構というか結構どころじゃなくて、これ、ね、なんで見たの？インスタグラムで上がっちゃった。なんかで上がっちゃったの。明るさが1650ルーメンの容量が 13400mAh なんでだいぶ持つはずなんですよ、うん、ただ 600g なんでちょっと重たいかなっていう。箱がまずちゃんとしてて、すごいね。いきますよ、いきますよ。あ、ケースもついちゃうんじゃん。そうなんですよ。すごいじゃん。でこちらをですね開けていただくと、本体とね、まあ、アクセサリーみたいなのが入ってるんですけど、ちゃんとすごいあれだね、ちゃんとしたケースに入ってる、ね、めっちゃちゃんとしてますよねこれ。すごい。これ自体が多分結構衝撃吸収しそうな。そうだね、まあ、これね、うん、結構重いね。そうなんですよ、 600g なんで、その容量がある分やっぱり重たいかなって感じはするんですけど。へ、あ、これ足になるんですよ、こけるっていうやつね。吊るせるのと、あとそれね外れるはずなんですよ、その今吊るせるところが。え、外したらどうなる？なんかねそれマグネットかなんかになってて。外れたでしょ。お、なんで、まあ、マグネットなのこれ。お、本当じゃ。例えばすごいこう吊り下げてる時にそこだけ外して持っていけるっていう。ああ、そういうコンセプト。はい。あ、でも取ってかないととっても持ちにくい。え、ちょっともう一回言ってください。よく聞こえなかった。いえ、なんでもないです。でこれね、あとね、普通はあんまり意味ないかもしれないですけど、僕いいなと思ったのが、あのネジ切ってあって、うん、三脚がねつくようになってるんですよ。ここ？いや、あ、そこです、そこです。本当じゃ。あ、そういうことね。そうなんですよ、照明代わりになるね。そうなんです、これ照明代わりになるっていうのがいいなと思って。へえ。あ、よう考えてるね。はい。これが外れるっていうのもまた面白いっちゃ面白いね。あ、そうか、こう吊るしちゃって外して、なんかこうもうちょっともう一工夫欲しかったな。これ持てる、なんか取っ手かなんかが。あ、もう一個欲しいってことでしょ。うん、うん、もう一手。 そこはちょっともうちょっと欲しかったかなって感じはするんですけど、うん、まあ、でもこのまま持ってた方がいいような気がする。うん、まあ確かに。ここね、ご用だご用だって。まあそんな感じでね、できますわね。でも普通は多分吊り下げでしょきっと、うん、そこまでスコって取れるわけじゃないんか。これがストンと落ちるとちょっと怖いよね。あ、この重量が、まあ、うん、頭上に落ちてきたら。だからある程度の強力なマグネットではあるんでしょうね、うん、まあ、ちょっと力入れれば外れる系、うん、ここが磁石なの？どっちが磁石なの？真ん中じゃないですか。ここは磁石だね。うん、その真ん中、まあ、これね。なるほど、ご用スタイルにもなると。ご用だご用だ。あとこれアクセサリーって何が入ってるんだろう、ね、ちょっと開けてみよう。はい。あ、なんかいろいろ入ってるね。あ、カラビナも入ってる。あ、2つ入ってる。あ、これ調光もできるんじゃん。あ、できますできます。調光と、あと、あ、色変えれるんじゃん。暖色とか、あの、この SOS モードっているんかね、これ毎回思うんだけど。いや、俺はね絶対いらないと思います。なんでついてるかね。いやー、わかんない。でも義務化なわけじゃないんだろ、これ。これがあるばっかりに、あのスイッチよく押さねえけんなんだよね。なんか一回余分なんですよね、そうそう、押すのが、まあ、このランタンがどうちゅう話をしようわけじゃないんだけど、うん、今目についたけ言ってしまったんだけど。ああ、どれにもいけるようになってるんだ。そう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 。ああ、これをあれか、モバイルバッテリー兼っていうことか。ってことだと思います、きっと。 iPhone までついてるね。ねえ、だから確かね、これね端子がありまして、うん、端子が、そこなんですけど、 USB とこっちが多分アウトだと思うんですよね。あ、でこっちがいい。これが入力の方が。そうです、そうです。タイプ C よね、これだけ。タイプ C です ね。だからこの 13400mAh っていうのはおそらくその容量も兼ねてるってことだと思いますね。これ何時間？はい、で8時間ぐらいじゃなかったっけ。8.5 時間から60時間ハイが 8.5 時間で、うん、ローで60時間。60時間、うん、あ、結構持つね。ねえ、まあ1万3000あるからね。で、まあ、特徴としては、中高色、電球色、中白色、ね、うん、まあ、3色選べるじゃん、まあ、色温度が変わるってことですよね。ボタンを1回押す。あ、ついた。流せじゃない。それが1回
何回か押してみます。2回中これ明るさでしょ、きっと。これです。あ、これでオフ。ですね、うん、まずそのボタンを何回か押していくと変わっていくじゃないですか、うん、変わるね。で、2秒間押すと色温度が変わります。あ、そういうこと、うん、ああ切り替わっていくってことでしょうね。あ、本当じゃない、これで。ただ僕はね、おそらくなんですけど電球色以外使わないんですよ。これね、これだって、うん、白い光ってちょっとあんまりあれないよね。なんかね疲れちゃうんですよね。そう、明るすぎてね、うん、あ、これでこのままの調整もできるのか。あれ、これ切るときにいっぺんに切れんの？ね、ランタンの使用から15秒経過して、その後に電源ボタンを1回押したら切れます。どういうこと？これから15秒経って、で15秒経ってから電源ボタンを1回押すと自動的に電源がオフになりますってこと。もう経ったかね。まだまだ我慢。思ったよりね15秒長いですからね。長いね。もう経ったろ。あと5秒待ちましょう。5、4、3、2、1、0。これでもう1回押したらいい。はい、あ、なるほどってことですね。あ、そういうことか。ちなみに満充電で iPhone13 Pro を約3回充電することができますって書いてあります。ああ、まあまあいけるね。まあこれはあれだね、何のためについてるのか。これ代わりだね、これね。ああ、なるほど、修理用のボタンってことかな。あれ、なんでこれ外す必要が何かあるんかい。これ外す必要全くない気がするんですけど、何かあるのか。だってこれでついてるんですね。あれかね、緩んで取れてなくなった時にっていうことか。ああ、ってこともあるってことですかね。あ、結構強力だもん。うん、強力。ちょっとね吸い込まれます、うん、あ、このぐらいじゃ、あ、まあ、あのぐらいでしょ。あ、それぐらいやったら落ちるんですね。まあ、こんなに振り回す人はおらんじゃろうけどね。え、なんか吊るしちゃって風ぐらいじゃどうしようことはない。大丈夫そうですね、全然。このぐらい来るとあ、確かに確かに、なんかバンバン落としよるけど大丈夫です、耐久性も見ないと、うん、これで使わんかったら笑う。熱くね。いけますいけます。ワックの製品はね、そんなやわじゃない。まずこれが某社のパチモンみたいなやつ。この明るさで、これが今日中弱です。ああ、全然明るいね、やっぱり。明るいっすね。うん。その色が安心するね、やっぱりね。この色がね、一番使いやすい色ですよね。まあグルキャンとかで明るさが欲しいんだったら、あの白い方がいいかもしれないね。ああ、そうですね。一人でやるときはこれかな。それが一番いいだろうね。うん、なんかこう作業したりするならそのぐらいの色の方がいいですかね。これ多分中間のやつだと思います。あ、蛍光色でもなく、あ、なんかしたり料理したりするのはそのぐらいのあれが色がいいかもしれないですね、うん、あ、これあれか、こうやってなんか何回も押してると切り替えできるんですけど、うん、ちょっと時間経つじゃないですか、うん、そしたら多分切れるんだと思います、これ。そういうことね。めっちゃ明るいっすよ、これ。明るいね、それ。うん、それ1個あったら、ちょっと大きいテントでも
余裕なんか照らせれるんじゃない？いけそうっすね。あとでサーカスの中でも、まあちょっとやってみて。はい。これが何ぼ言うたっけ？これが9000何ぼなんですか？9000何ぼか。まあバッテリーと同時でって思った方がいいかもしれないですね、これは。あ、まあまあね。うん。まあ充電ができるっていうメリットがあるからね。そうですね。明るいね、やっぱり明るいね。ああ、全然明るいね。すごいな、ね、これ一番ハイだろ。一番ハイです、ね、これが中くらい。中くらい。これなら全然あるよね。出ますね、なんか一人で、うん、なんか、うん、こそこそ楽しむぐらいには。4段階いけるのか。あ、なるほど。一番明るいバージョン。ん？どういうこと？前方つくってこと？ああ、明るいね。暖色と蛍光色を両方みたいな。ああ。で、これが蛍光です。これ疲れるんですよね。ちょっと疲れるね。色合いがね。ねえ。うん。だと思います。ああ。さっきの中間色はいいかもしれないね。中間色ぐらい。うん、これが多分ちっちゃいですけど、これもなんかちょっと。あ、ちょっと色合いが悪い。色合いが悪いですよね。うん、これが中間です、まあ、こんな感じの色だったらまあそう疲れんよね。うん、なんか大丈夫そう、うん、これが一番良くて、まあこのぐらいの色は。あ、これもいいですね。これということで、今回は WACK の LED ランタン2、こちらをご紹介してみました。これ一つで十分な明るさが得られるっていうことと、モバイルバッテリーにもなる大容量、使い方としてぶら下げたり机の上に置いたり、磁石を利用してくっつけたり、三脚穴を使って照明器具として使う、とにかくいろんな使い方が楽しめる LED ランタンだと思います。概要欄の方に URL を貼っておきますので、気になる方は見てみてください。それでは